はい、どうも皆様明けましておめでとうございます。クワでございます。2020年一発目、の動画でございます。皆様年末年始はいかがお過ごしでしょうか。まあ9連休28、29、30、31、1日、2日、3日、4日、5日、土日合わせて休みの方も多いのではないでしょうか。で僕もね9連休でもうほんとゆっくりと過ごしております。で、本日はですねちょっと2019年から2020年になったということで、まあ、ちょっとやりたいことをとりあえず言ってきて、2020年やりたいことリストでございます。新年の挨拶と同時にやりたいことを言っちゃうよって話なんですけども、まず2020年やりたいこと、まあ、旅行、毎月旅行に行きたい。こんな感じで発表してていいのかな。毎月旅行に行きます。で、まず第1弾として、1月にはですね、台湾で乃木坂のライブがあるので、なんかあえてそこに行ってみようかなと思っております。で、2月もね、台湾でランタンフェスティバルみたいのがあるので、ちょっとそこをね、目指して、綺麗な映像と写真を撮れればいいかなと思ってるので、そこにも、行きます。で、3月は韓国で弾丸カジノツアーをしようと思ってます。スケジュールの都合上なんかいろいろごたごた前後があるかもしれないんですけども、3月か、まあ、4月とかに韓国でカジノをしてこようかなと思っております。5月4月か、まあ香港行きたいな。5月にはちょっと近場でね、夏休みとか取らないと、僕も会社員なんでなかなか仕事を休めないっていうところもあるので、近場にちょっとアジアのね近場に最初の方になっちゃうんですけど、夏休みを取ったら8月はラオスに、去年も行ったんですけど、お祭りの期間にラオスに行きたいと思っていて、民族のお祭りの様子とか、まあ、そういうね伝統衣装を着た様子をがっつりカメラに収めたいなと思っているので、まあ、そこでね写真を撮れればいいなと思っております。そしてですね、夏もう一本カンボジアにも行きたいと思っていて、実はですね私の祖母がですねカンボジア行ってみたいと。でまあ一人だともちろん不安なので、まあアテンドするガイドするような形でカンボジアにも行きたいと思います。まあどこまでちょっと実現が可能かどうかっていうところもあるんですけども、まあその他にもね面白い民族を見つけたり面白いイベントを見つけたら海外に弾丸で、週末とかで行けたらいいなと思っているので、キャンプ DIY っていうところも含めてなんかいろいろそんなにねジャンルにこだわらずいろんな動画を上げていけたら楽しいかなと思っているので、ぜひ皆様チャンネル登録をしていただいて、また皆様と一緒にキャンプとかも旅とかも楽しんでいけるような、動画にできたらいいなと思っております。短いんですけども新年一発目なんで、今年2020年も見ていただける皆様と楽しいことをしていけたらいいなと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録まだしていただけてないという方はチャンネル登録をしていただいて、もっとやってほしいことがあればぜひ Twitter とかねインスタでメッセージいただければ、まあ、いろんなイベントにね参加して真面目なことから不真面目なことまでいろんなことができたらいいなと思っておりますので、今年も1年よろしくお願いいたします。では今年もよろしくお願いしますということで、新年一発目の動画ちょっと短いんですけども、ではバイバイ。